おはようございます。おはようございます。ジャスト株式会社代表取締役関正樹です。冬の車のメンテナンスのことで、私どもも40台以上代車というかリース車を持ってて貸し出したりしてるんですよね。はい、やっぱその中でやっぱ気をつけなきゃいけないことは、ちょっとご説明しますが、特に冬場で、例えばウォッシャー液ですね、はい、あれ泡立てばいいと思ってママレモンとか入れる、とにかく台所洗剤入れてる人いるんですけど、はい、あれ凍りますので、はい、入れても凍りますね。 ただ0度では凍んないと思うんでね、ママレモン入れておくと、はい、ただまあそれ、まあ、氷点下5度ぐらいで完璧に凍りますので、はい、やっぱ冬場だけはウォッシャー液はやっぱ専用のやつですね。ただ 100% 使わなくていいですね、はい、うん、で50% ぐらい薄めてやれば、はい、だいたいでね1リットルでどれぐらいかな、200円ぐらいのもん、ウォッシャー液、うん、そうですね、そこはケチらないで、で車の中当然それを冷やす温めて溶かす機能はないので、はい、真冬日はずっともう凍ってて、はい、ウォッシャー液使えない状態になりますので、はい、うん、ちょっと本当に基本的なことなんですけれども、よろしくお願いします。はい。